はい、皆様こんにちは。本日は IWC Day 2の模様をねお送りしてます。ここからは 1V1 トーナメントということで、見ていきたいと思いますが、日本代表からは無益選手とセロス選手が出るということなんですが、ちょっと皆さん気になっているですね、順位による、ポイントの付与についてちょっとご説明したいと思います。まずは、この 1V1 の前に行われている5対5のポイントの、取得についてですね、1位から順番に申し上げていきます。1位が90ポイント、2位が50ポイント、3位が30ポイント、4位が20ポイント、15、10、0という形でポイントが付与されていきます。そしてこの 1V1 トーナメントでもポイントの付与が、存在します。1位から7位までで、50、30、20、20、10、10、10ということで、まあ、この 1V1 トーナメントのこの7位以上になれば、まあ、ポイントが付与されるということで、で、その 1V1 の7位以上の選手のチームにこのポイントがまあ付与されるということですね。こちらも一つその決勝 Day4 に進出するためにはちょっと重要なポイントになってくるような、現在混戦の状況ということですので、まあ、そのあたりもですね注目しながら見ていただければ楽しめるんじゃないかなと思います。結構1位50ポイントはでかいですからね。大きいですね。まあ特に2位争いに大きな影響を与えそうですよ ね、 そうですね。5対5での2位が50ポイントですから、1対1でその2位のチームが 1V1 で1を取った場合100ポイント、合計100ポイントということで、もし3位のチームが 1V1 で1位取っていれば2位を上回る可能性すらあります。ありますよね、はい。非常にこの 1V1 が重要な要素になってきていますが、画面上ではオプティマス選手とヘイロー選手が 1V1 を行いますが、オプティマス VS ヘイロー、オプティマスは東南アジアですね。東南アジア代表の AD キャリーの AD キャリーですね。 AD キャリーのプレイヤー、そしてヘイロー選手がラテンアメリカのトップレーナーの選手。ドレイブン VS ケネン、昨日の 1V1 のトーナメント初戦の方ではケネンが結構いい結果を出していましたが、はい、ドレブン今大会は 1V1 で初ですね。オプティマス選手はドレブン得意なんでしたっけ。できたとピックの候補には入っていたと思いますが、そうかピックしていなかった気がしますね。ちょっと情報の確認が遅れてますが、さあどういった 1V1 になるのか。だんだんこれだけ 5V5 が混戦してくると本当に気の抜けない 1V1 マッチに割とこう最初にこやかに始まっていましたよね。昨日の 1V1 とか特に、ホーリーフェニックス選手とレイディア選手の 1V1 なんて非常にほがらかな感じで始まっていましたが、かなり顔ガチ入り込んでる感じになってましたね。まあ、これだけ混戦ですから Day2 にもなるとですね、そろそろ 1V1 の結果が重要だぞということがチーム内で話し合われてて、結構上位を狙いたいなと思うチームが増えてるんじゃないですか。現状であればこのラテンアメリカ代表のプレイヤーもですね、今2勝2敗ということですからポイント1つ重要ですし、2勝で確か4チームほど並んでましたよね。5チームですね。現在5チーム並んでますか、はい、2勝で現在5チーム並んでます。ですので東南アジアも今現在2勝してるんですよ。ブラジルも日本も2勝してますね、はい、あとトルコも2勝してるんで、かなり重要なんですね。ちょっと止まりましたね。映像の方が乱れていますが、あ、少し乱れています。少々お待ちください。さあ大丈夫でしょうか。一度切り替わりましたね。はい、それでは見ていきましょう。さあオプティマ選手が AD の高さを生かして積極的なミルトレートを生かしていきましたね。今のところゾーニングを成功させていますね、はい、さあ今ちょっと調整をしてますんでね、皆様少々お待ちいただければなと思いますがアタックモーションキャンセルなんかもねを見せながらレーニング、ただリーグオブドレイブンが発動した瞬間はもう勝負が決定してますから、そうですね、パッシブ生かすのがちょっと難しいですね。以前のパッシブであればかなり強力だったんですが、以前のパッシブだとオーダーアタックした際に追加の物理ダメージをドットで発生させるという
パッシブでしたね。なるほど。さあ音の方も復活したようですね。大丈夫そうです。はい、さあレベル3かなりこう懸念はオートアタックでこういった形で、ダメージのトレードしていくんですが、パッシブのスタックが溜まっていれば前に出れますが、切れた途端にちょっと厳しいことになりそうですね。さあそれでも狙っていきたい。 CS100 もしくはファーストタワーをファーストキルで、勝利条件が満たされるということになっております。こういったミニオンを押し付ける行為でタワーを削るというのも、まあ、かなりプレッシャーをかけるという点では有利になっていきますので、さあ何していく。スタックが2、あと一発で3になりますが少し遠い。今3になるが殴れた。3、ただ拾えている。拾えているんだあーこれはヘイローリコール、辛くなりましたね。オプティマス選手いいタイミングでダメージのトレードを仕掛けましたね。タワー下まで落ち込んだタイミングで CS を取るのかどうするのかというところ、そして、ミリオンダメージも与えながら勝っていきましたね。あれ拾えていたんですね。さあトリプルスコア現在ラストヒット、そしてタワーも5割。これもうタワーを壊すという判断もできますが、アイテム差が一つ生まれてます。キルを狙いに行きたいのはヘイロー側、ラテンアメリカ代表ヘイロー、トップレーン担当のプレイヤーです。やはりどうしても CS 差や、タワーで勝つというのは難しい状況ですから、キルを積極的に狙っていくしかないですね。さあオプティマスリコールはしない、しない。おー強気。レベル差がここただ一つリコールしなければ生まれますから、レベル5にそろそろなると思われます。さあもう一度スタンを狙う、キルを狙いに行きたい。この装備差を生かす、お互いエグゾースト、イグナイトも入っている。オブティマスちょっとローライフだ、あと一発9のクールダウンだ。ヘイロー仕掛けたが足りなかった。レベルのアドバンテージを取られる前に仕掛けていきましたね。装備差といったところをしっかりと生かしていきました。これを返すのは結構大きいですが、まだ依然として CS差といったところは返せそうにはないですね。さあこれでロストは確かに結構な数字をロストします。ミニオンしかし装備差のところをカバーできる。あ、ここでヘイロー選手はリコールしましたね。装備も見てますから、それに合わせて購入しました。装備差はありません。強引に、ヘルスステーション、ヒールティングステーション取りましたね。タワーの後ろにあるところには湧かないんですよね。このレーン間のところにあるヒーリングステーションしか湧かないので、かなり重要なオブジェクトになってますね。これを生かした戦い方を昨日レイディア選手がしようとして湧く時間を計算間違えてしまって、実践できなかったということもありましたが、さあレベル6、ヘイローがレベルは先行している。仕掛けた、仕掛けた、ウルトがある、ウルトがある、ウルトがある。うーん3がちょっと微妙なウルトになった。オプティマスそれを見て仕掛けるか。イグナイトは残ってる、イグナイトは張った、張った、逃げた、ヘイローは逃げた。ただこれでレベル6になった瞬間のウルトですよね。さあ切ると、破念者があるんだ、どうしようもない。ファーストラット取っていったのは、ラテン、あ、東南アジア代表のオプティマス。いやー見応えのある 1V1 でしたね。どちらも瞬間瞬間有利を取り、渡さないようにしっかりと握るように動いていましたね。最後のところは序盤アドバンテージ取っていたオプティマス選手がそのまま勝ちましたが、やはり本職 AD キャリーの方が使う AD キャリーはうまいですね。うまいですね。あとなぜか 1V1 マッチをやったプレイヤーたちは全員仲が良くなってますね今のところもハグしていましたからね。はい、